お疲れ様でございます舞姫大学の特別講義速歌塾の久保がお届けします、えー、今回のテーマはねアラフィフ婚活ということでございます50代というと幅がかなり広いです同じね40代も幅が広く見えるんですけども50代ってのは40代が終わったばかりの51歳52歳とあとはね官力の近い59歳このあたりと比べるとやっぱり 人生観とか価値観ってだいぶ変わるんじゃないかなと思いますね。まあもちろん私はまだ59歳というね、あたりには行ってないんで、本当にそうなのかなってことは想像するばかりなんですけども、ただ、今ね、50代で婚活をされている男女が多いのも事実なんですよ。まあもちろん多いと一言で言ってもね、まあ50代が今ボリュームゾーンなんで、 数自体が多いとも言えるんですけども、おそらくですね、さまざ、あ、まな事情から離婚をしたり、死別を経験したり、それでも人生100年、まだ人生が半分残ってるとしたら、特定の誰か、自分のね、思いや人生を分かち合える人と一緒に暮らしてみたいって思うのも、不自然のことなのかなと思っちゃうんですよね。で、その中でね、やっぱり10代や20代の、 まあ、いちいちときめくような恋愛よりも、もっと知性的な、あもっとね、人生を分かち合えるような、そんなね、えー、賢い恋愛に変わっていくのかなという気もするんですけども、どうでしょうか。もちろん、50代にして、まだね、人生が定まっていなかったり、資産が十分なかったり、将来に不安をかた抱えていたりという方々が、恋愛して強く結びつくという例もあると思うんですよね。で、今回ね、50代の、 婚活の主な目的についてちょっとね考えてみたんですよ。例えばね、人生の後半を共に過ごすパートナー探しっていうのは、これ目的としてすぐ挙げられるものだと思います。まあこれまでの経験とか価値観を共有して、お互いを尊重し合えるパートナーを求める方が多いのかなと思います。また、老後ですね、安心して過ごせるように、経済的な安定や精神的な 支えを求める方もいるんじゃないかなと思いますねえ、そして何といっても孤独感を解消したいっていうところがあるんじゃないかなと思いますまあ、子育てなり人生なりまあそういったイベントが一段落してもしくはね配偶者をなくしたりして孤独を感じている方が心の支えとなる伴侶を求めるっていうこともあるのかなと思いますで、新たな価値観や刺激を求めるっていうところも まあ、あるのかなっていうところがありますね。えー、例えばですね、うん、50代は人生の新しい局面を迎えたという方も多いと思うんですよ。ね。例えば、長年勤めていた会社を早期退職して、新しく仕事を始めてね、その新しい仕事の環境で出会う人と、新しい人生をまたなぞっていくっていうことかもしれませんし、まあ、50代でね、離婚を経験したりとか、死別を経験した方が、 立ち直って、ね、新しい自分の人生を構築しようと思って新しいパートナーを見せていくということなのかもしれません、まあ、常に、ね、キーワードは新しいってことが出てくるのかなと思います、えー、またライフスタイルを充実させたいと思っている人もいるかもしれません共通の趣味を持つ相手とより豊かな時間を過ごすということですよね、えー、確かに20代あたりで恋愛をしたり結婚したりすると生活のためとか、ね、子供のためとか 家庭ののためっっててものが主になってきます。そこにはなかなか趣味ってものが入りにくいんですけども50代になって一息つく時にそういえばずっと中断していた趣味をやってみたいなっていう時に趣味の合うパートナーを探すっていうこともあり得るのかなと思いますで50代ならではの婚活の特徴なんですけども結婚よりもパートナーシップを重視してるのかなっていうところがあります まあ、あくまでもね、結婚というのは制度なんですけども、その制度に憧れる時代を終わって、お互いを尊重して共に人生を歩むパートナーを求める傾向があるのかなと思います。で、また、若い時のように、外見よりも内面を重視していくっていう傾向もあるんじゃないかなと思います。まあ、年齢を重ねるにつれて、外見よりも内面の成熟度や人間性を重視する傾向、そしてその人間性を見抜く目が養われてくるってことですかね。 で、安定した関係を築きたいっていう、まあ、そんな欲求もあるかもしれません過去の恋愛経験を踏まえて安定した関係を築きたいという願望です、はい、えそして結婚歴や子供の有無にとらわれないそういったパートナーを探しやすいという時期かもしれませんで50代が婚活で成功するためのポイントなんですけどもやっぱり自分自身を理解するってことなんじゃないですかね自分が本当に求めてるものは何なのかってことですよね また相手に求めるものも具体化しなければなりません相手に何を求めていくのか自分は何が相手に提供できるのかこういったことが分かってくるところだと思います外見性格価値観など相手に求めるものを具体化してそれをやっぱりね忌憚なく伝えていくってことで理解が深まるのかなと思いますさらにには積極的に行動する そういった姿勢が若い時以上に成功のポイントになってくると思います。えー、婚活パーティーや結婚相談所など様々な出会いの場に参加して積極的に行動していくってことですよね。私は婚活してるんです。結婚したいんですってことを誰にも分かるような形で表現すると、まあ結果を早く訪れるんじゃないかなと思います。遠慮してる暇はないですね。えー、そして当然ですけども、外見だけではなく内面も磨いて、 魅力的な自分になる努力。これは今まで以上に求められるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じで50代のね、婚活についてざっとお話ししてみましたけども、皆さんどのように思われるでしょうか。それでは。